はい、こんにちは、ビッグボーイです。では追加ストーリーの、知られざる物語エピソード2の続きをやっていきます。後ろでドギーちゃんがもう頑張って戦ってるんですけど、じゃあ見通しのいいところに行こうか。武器ももう全部整えておいたので、あ、かっけいいな。なんかこっちに医療箱がある。救急箱、救急箱んで、ここに、あれなんかある。外が俺。なんか、待って。設計図がある。ショックブラスターってここに落ちてるけど。アサルトライフルと AED。ちょっとこれ使っちゃおう。ご丁寧に、銃かなんか用意してこいって、ドギーちゃんに言われたけど、ここにできそうなものが置いてあるんだ。ちょっと待って、これとこれでこう、ショックブラスタードギーちゃんを守るんだ。ドビーじゃねえで、アーミーがそこにいる。おお、強い強い。ドギーちゃん次どこ。ドギちゃんこれすげえ強いわ。いた、バカ野郎、すげえ、ほい、はい、これ強い。これどこだ。あ、来た来た来た、この車バカ。よし、あっち、そこ。え、あそこにいる。よし、はいはいはい、このショックブラスターなくなってもまだそこに落ちてるんだよな。いた、はい、これ直接当たんないと判定がないな。よし、うわ、すごい。俺は戦利品を探してくる。ドギーを追え。ちょっとこれ使っちゃおう。はい、 AED とアサルトライフルの融合がこうなってしまうのか。よし、ショックブラスターもう一個持ってこう。じゃあこのかっこいいスポーツカーに乗ってっかな。うわでそこになんか落ちてるっていうか、ポスターか、ポスター燃やせるもんねえや。ドギーちゃんはどこ行ったんだ。そっちの路地か、路地っていうか、え、もう終わりかよ、このスポーツカー。やったぜ。エンジェルってモヒカンなのか。研究所を調べろ。すぐそこだ。よし、ではさっきのスポ、あ、待って、そこにフランクある。よっ、登れないか。いや、あのフランクは放置だ。ドギーちゃんはついてこないのか。そこにフランクあるな。
まあいっか。乗って。待って、そこにスピーカーあるんじゃないの？あった。オッケー。よし。こっち行けそうだな。行けねえ。なら。おら。で、軍隊がいるの。うおノースセントラルにある地下駐車場を抜けていけ。あれもしかして地下なのか。待って、お客さんが。いや降りよう。お客さんだ。おらおら。うわちょっとあれダメージがない。ちょっと待って、これじゃなくてね、レールガンだ。ほい、よし、もう一丁。いや痛い。起きて起きて。おら、いやちょっと自分も食らってる。鍵やった。まだなんか軍の声がするけど、どこにいる？ん？まあいっか。あ、いた。おい。よし。開けて。おお、いるいる。レシピがある。ほら。はい。オッケー。何のレシピだろう。レーザーソード、宝石と懐中電灯。宝石、懐中電灯、どうしようかな。レーザーが使ってきちゃおう。レーザー、レールガンだった。あ、降ってきた。よいしょよいしょ。オッケー。この AED アサルトライフルと合成しちゃおう。あった。違う。オッケー。ショックブラスターにして、んで宝石と懐中電、熱い熱い、懐中電灯で合体だ。レーザーソード、本当にレーザーソード。うわかっこいい。いや普通の剣のモーションじゃない。こっちに救急箱あるんじゃないか。ゾンビを倒した数が合計3万体を超えた。あった。モーターオイル。ちょっと誰かいるのが見えたけど、地上か。あれやめろ、この野郎。あ、また軍がいる。この野郎、
いて、いて、この野郎。そんな奴らにはショックブラスターやめろ。いや、強いこれ。開ける。まだいんのか。ここは、こいつ頼りだ。ん？なんだここ。ここ開けれる。お、研究室の鍵だった。うわ！研究室の敵を一掃しろ。ここ開く。ほら！ここには武器がたくさんあるぞ。人体実験でもやってたみたいにひどいありさまなんだけど。いた今。うお、この野郎、いやー痛い。はい、一撃だこれ。転送していた。よし、ニッキとザッ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 チ。Thank you so much. You kind of restored my faith in humanity. これ飲んで、スナック。生存者もこれでいいのかな。あ、こっちにもいる。ケイティとマーガレット。みんなを脱出させろ。特殊部隊どうにかしないと。ダギー、あ、ああ、終わった。エンジェルは犠牲になったのだ。おお、なるほど、これがエピソード2ってところだね。あ、すげえ短いな、ちょっと今回。デッドライジング3アントールドストーリーズオブロスパーディドス、ここは飛ばす。じゃあね、エピソード2を終えたので、じゃあ、ちょっと今回すんげえ短いけど、次回、エピソード3をやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。